今回はサテンステッチの縫い方とコツを紹介したいと思います。サテンステッチはこのように隙間を作らず並べるように縫って面を埋めるステッチです。まず刺繍糸を束から引き抜きます。サテンステッチは刺繍糸2本取りで縫うことが多いです。本数が多いほどねじれやすく縫うのが難しくなるからです。糸を折り曲げて穴に通します。図案の中に刺し始めを縫います。表から針を刺し、並縫いを1回縫ったら1針分先に出して並縫いの縫い終わりに戻ります。はみ出た糸を切ってください。縫い始めの近くに刺し始めを作ってください。上からサテンステッチで糸がかぶさるので、この刺し始めは隠れます。縫う方向と垂直方向に刺し始めを作るとより隠れやすいです。サテンステッチでこの四角を埋めていきます。輪郭線から針を出して反対側の輪郭線に向かって刺します。また戻って針を出し、上の線と平行になるように刺してください。隙間ができてもそのまま平行に縫って戻って間を埋めてください。縫う方向は左から右でも右から左でも上から下でもいいので、刺繍枠の向きを変えて縫いやすい方向で縫ってください。サテンステッチは端が揃ってなくガタガタしてると汚くなってしまうので、端が揃うように気をつけて縫ってください。輪郭線が濃くて線が細いと縫いやすいので、端が揃いやすいです。線が薄いと大体の間隔で縫ってしまうのでガタつきやすいです。線が薄くなってしまう場合は、チャコペーパーを濃く写るものに変えるか、水で消えるチャコペンで書き足してください。チャコパーというペンは線が極細で、水で簡単に消えるのでおすすめです。布によってはチャコペーパーが写りにくいものがあります。特にフェルトだと線が写りにくく、ぼやけてしまうので、複雑な図案は目の布に縫うことをおすすめします。縫い終わったら、刺し終わりは裏の刺繍糸に 2〜3 回巻きつけて糸を切ります。線が太いと線の内側に刺したり、外側に刺したり、真ん中に刺したりしてしまいやすいです。線が太い場合は線の外側に合わせて縫うと揃いやすいです。このようにサテンステッチの端が揃うように縫ってください。次は、サテンステッチをきれいに縫うコツを紹介します。きれいな状態とは、糸がねじれていなく、2本取り縫う場合、2本の糸が平行に揃ったまま縫うと、きれいに縫えます。糸がねじれた状態で縫うと、きれいに見えません。なぜねじれてしまうかというと、針が細いので、刺す動作をしているうちに、針がいつの間にか回転しており、糸がねじれてしまいます。縫い始めは糸が揃っていますが、だんだん刺して糸が短くなってくるとねじれやすくなります。なので、まずは針を回転しないように意識して持つことが大切です。布に針を刺すときは、針を回さないように意識してください。糸を引っ張るときは、針を引っ張るのではなく、指で糸を挟んで、糸の方を引っ張ると、針が回転しにくくなります。裏で引っ張るときも、糸の方を持って引っ張ります。また、刺繍糸が裏で絡まってしまうことがありますが、絡みにくい方法を紹介します。裏で糸を引っ張るときに、左手で糸を挟みます。挟んだまま右手で糸を引っ張ります。裏から針を刺して、表で引っ張るときも、左手で糸を挟んだまま引きます。引き終わる直前で、左手を離します。左手で糸を挟むことによって、絡みにくくなります。万が一絡んでしまったときも、すぐに気づけるので、絡みを直すことができます。サテンステッチが隣接している場合は、輪郭線から縫い終わった際に向かって縫います。次に、簡単にねじれを直す方法を紹介します。縫った後にねじれを直すときは、刺繍糸の下に針を当てて、こするとねじれが直ります。糸全体のねじれを取るときは、表に出したときに、針を布の方まで下ろします。糸を撫でるようにこするとねじれが取れます。糸を2つに裂くと完全にねじれが取れます。次はねじれにくい縫い方を紹介します。サテンステッチは裏から針を出したらそのまま輪郭線に刺して縫いますが、ねじれにくい縫い方は裏から針を出して針と布の間の2本のりの糸を割って指で押さえて糸の間に針を通してから刺すと糸がねじれにくくなります。糸を通すときは外側からくぐらせます。内側からではなく外側から通します。必ず2本がねじれていない状態で通します。右利きの場合は左側から右側に向かって縫うとやりやすいと思います。なぜ糸の間に通すとねじれにくくなるかというと、ゆっくり引くとわかりやすいのですが、糸が2つに割れて、そのまま糸が平行に並ぶので、きれいに縫えます。この糸の間に通すやり方は、レールロードステッチという名前の縫い方です。レールロードステッチのデメリットは、普通のサテンステッチのやり方より、糸の間に通す手間がかかることです。なので、普通に刺して、ねじれを直しながら縫うか、糸の間に通して、ねじれを直す回数が少なくなるかのどっちが良いかは、それぞれ、やりやすい方で縫ってください。レールロードステッチは、クロスステッチを縫う際に使う縫い方なので、一般的にサテンステッチでは使えませんが、ねじれにくくなって縫いやすくなったと感じたので、紹介しています。次は、ねじれた状態で縫ってみます。比べてみると、左のねじれていない方が光沢が出て、綺麗に縫えていると思います。このチャンネルではオリジナルの図案を使った刺繍の解説動画を上げています。図案は無料でダウンロードできます。サテンステッチを使った刺繍もあるので、ぜひご覧ください。